松下春さん、西山由依さん、美野龍之介さん、金丸清風さん、沖野ひかりさん、ようこそ城島小学校へいらっしゃいました。城島、そして渚の家での生活が始まってまだ1日ですが、篠山の生活はどうですか？えい、1年間よろしくお願いします。はい、お座りください。3人だから広いよね。はい、前は1人だったよ。1人だったの？はい、だからペンちゃんを人形作って2人。あ、あった、あった。1人で掃除した。で、もし持ってきてないものがあったらね、しばらくけん玉とか持ってきてください。なんか動物いないかな。ここら辺までさ、登ってくる人ないの？最初、俺たちが入るまでの全校生徒の数聞いたらびっくりした。3人なんだね。なんか教室でなんか少ないけ、1人ずつ。楽しい。楽しい。楽しい。まだ不安ない？不安はないです。元気だな、すごいな。4時5分からみんなでやる。自由時間にやろうと思ってたけどさ、ちょっと普通に来るやん。麺をね、開けて麺に乗せて。料理したことある？わーやば、初めて。大丈夫かな？これの上に乗せて。はい、ちょっと皿多い。いや、置いとっていいとこない。先生の、お箸をしよう。お茶。はい、手を合わせてください。いただきます。いただきます。焼きそばって自分で食べるんですか？うん、取っていいよ。具材もちゃんと見ます。一緒に辛いのとか甘いのとか食べてきたら買います。あ、カレー食べるんだったらカレーついていいですよ。お鍋に入ってるから。炭水化物と炭水化物さ、焼きそばまで。僕は今日のこのロコギが楽しみでたまりませんでした。昨日の夜は興奮して眠れませんでした。僕は今日のロコギの仕方を覚え、家に帰りたくなったらこっそり家を出て船を盗んで種崎まで帰ります。そのために今日はしっかり漕ぎ方を覚えましょう。覚えます。今のは冗談ですが、一生懸命頑張ります。皆さんも
皆さんも精一杯頑張りましょう。はい、今からロコギ体験を始めます。これは力だな、これ以来に回しよけよ、お前半分セーフは力だ。誰かがバケツずるいですバケツずるいですこぐのどうやったの？大変大変難しかった。重たかったです。重たかった。きつい。自分の意見をはっきり言えるようになったりとかですね、帰ってきた時に弟をしっかり世話したりとかですね、この1ヶ月半で本当に変わったと思います。たった1ヶ月半だけどやっぱもう変わりました。そうですね、はい、自分たちと一緒にいる1ヶ月半とは全然違う感じでですね、嫌いな食べ物も食べれるようになったりとかですね、もう驚くことばかりです。
あ、いやもう本当今でもなんか全然思い出してる、思いすぐパッと思い出せるぐらい本当なんかもう濃厚な1年で、うん、本当に島の人にすごい助けられたなっていう思いが直されるの。それこそ出て17年ぶりぐらいに来たんですけど、皆さん覚えててくださって、あの時のそうなんとかじゃんっていう風に。はい、チーズ。はい、はい、はい、ちょっと晴れてくれて、はい、お茶目にこれだ。
ました。あれ？あ、これはみんなで作った DVD です。でもこれ少し長いですけど。面白い。多分これは、あのこの間お別れ予測に行った時に、みんなで作ったお椀です。あら、はい、これお金貯めるやつ。お魚が入ってた。アルバムです。あら、割れ物ですかね。よう食べたとは言います。目標売りたいの。何にも分からない。